チャンネルラジオをご覧の皆様、こんにちは。一般社団法人日本沖縄政策研究フォーラムの、中村です。今回は、スペシャルゲスト、長崎純心大学の石井望准教授をお迎えしてお送りいたします。石井、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。石井望でございます。尖閣の歴史の研究をしております。はい、今日はですね、実は今もう夜何時でしょうかね、もう10時半を過ぎているんですけれども、はい、夕方7時からの、はい、沖縄フォーラムの講演会、これをご参加いただいた後での収録でございます。今日は、ね、大変人いっぱい集まってですね、ご参加ありがとうございました。はい、すごかったですね。200人ぐらい来てましたかね。はい、はい、沖縄何度も尖閣の研究でいらっしゃっているとお聞きしてるんですけども、はい、当フォーラムのイベント確か初めてご参加いただいた、わけでもないですから。そうですかね、とにかく今日は駆けつけました。ありがとうございます。長崎から駆けつけました。はい、今日の前半ちょっと感想をお伺いしたいなというふうに思うんですけれども、今日私の講演、視聴者の皆様、また別途講演の内容、Facebook ですとか YouTube で流れますので、ぜひウォッチしてください。はい、こちらのあるイベントですね。こちら。はい、今日前半が中村さんの講演で、後半にいろんな政治家3名、愛国活動家、はい、3名ご発言いただいたんですけども、はい、まず前半の私のところの恐縮ですけど、感想とか聞いていていいでしょうか。いやもうね、非常に危機感あふれるお話でですね、やっぱり根本のところをですね考えなきゃ。で今日の、この集会のですね、主な眼目はその県民投票の件なんですけども、県民投票は、自体がもう目的じゃなくて、県民投票によって基地を、ダメにするっていうことまではもうできないというふうに、彼らは考えていて、実際にはそういう県民投票を使って世論を盛り上げて、そして何か自己決定権みたいな要求にですね、そういうところにこの沖縄独立みたいな感じでですね持って行って、それで国連とかでこう民意がこうして、基地に反対してるのに日本政府は強行してるんだとかっていう、そういう材料に使うためなんだと、いう中村さんのお話がありましてですね、見事な解説ありがとうございます。またその通りですけれども、本当にその通りで、それで今日、主に私が注目したのはですね、その琉球独立と称する、先住民の自己決定権なるものをですね、宣伝活動に勤しんでいる研究者、大学の今は准教授からもう教授になってますかね、上村秀明さん、見てます、上村さん。上村秀明さんのことが話題に出ましたけれども、この方琉球新報などでしょっちゅうインタビューみたいなの載ったりとかですね、それから大永知事と一緒に国連活動に勤しんでいると。そうですね、ニュースとか見るとなんかもうそばをなんかずっと一緒に歩いてましたね。そばを、あれの大永さんのそばをね、カバン持ちみたいな感じで、ああなるほどね、スピーチしてる時も後ろに映ってるくらいのところにずっといましたよ。はあ、はあ、なるほどね。まあ急に大物学者になられてね、まあ別に、もともと大物学者なんでしょうということで、論文データベースとかも結構、載ってるんですか。論文データベースとか見ればどんな論文書いてるとかいうのはもうすぐ分かりますよ。もう、どうこうは言いません。先住民族とかって書いてあるんですかね、やっぱり論文は。私もそんなにね読んでませんよ。一番上の先住民族って書いてましたね。先住民族と生物多様性とかなんか、まあいろいろそんな私も読んでませんけれども、大体こう宣伝用の論文っていうよりは宣伝アジテーション文章みたいなのが題名から見たら大体わかりますよね。つまりいわゆる本当に学術的なんじゃないもというのは大体題名でわかりますけど、その中の一つでですね、尖閣諸島問題と先住民族の権利っていう論文があるんですよ。で尖閣諸島ってどうして先住民に関係あるんですかってことですよね。先住民が住んでいたってことですか。っていうの話に持っていってるんですよ。それは古賀家が鰹節工場として住んでた、古賀辰四郎ね、鰹節工場の古賀辰四郎は、古賀さんは先住民族じゃないんですよね。じゃないですね、もっと違う方、どっから来た方が住んでたって言ってるんですか。
で住んでたとか、そこも曖昧にぼかすんですよ。住んでた証拠がないもんだから、なんかこう生活圏としていたとかね、住んでたであろうとか生活圏でしたであろうというので論文になりみたいな感じでなりうるんですか。それでので論文にしちゃっても大体世間からの批判は出ないんですよ。なぜかっていうと、左翼論文っていうのはむちゃくちゃを書いても世間は批判しないもんなんですね。そうなんですか。誰も見てないからですか。まあこれは上村さんの尖閣諸島問題と先住民族の権利、これはもう出てから随分、2014年ですか。あ、じゃあまだ5年ですか。そんなに注目されてる論文ってことはないはずですけどね。でもこういうのが、サイクのやり口ですけど、時限爆弾のような後から突然みんな忘れされた頃にふって出てくる時とかって、ないですか。そういうのも、まあ、あるでしょうけどもね、で今日上村さんがその何か琉球先住民族なんとかみたいな活動に勤しんでるということを中村さんが紹介されたわけです。でですね、私は上村さんのこの尖閣の論文だけは今読んだことがあるわけですよ。論文って読んでいいのかね。でね、そこに何が書いてあるかっていうとですね、例えば一部分、私の注目部分をですね、まずは読み上げますと、戦線の法理を考えれば尖閣諸島はそもそもこの法理が適用可能な地域に位置するのだろうか。中国政府の主張によれば尖閣諸島は1534年中国から琉球王国に派遣された施設である作法師の記録、史琉球録以来その歴史的文献に現れている。また作法師が、あ、こういう話はですね、今日話せば長すぎるんでちょっとやめましょう。まあ要するに尖閣の嘘をですね、まあ当然チャイナ側の言ってる嘘をそのまんま使ってるんですよ。チャイナ側の要は援護射撃ですね。チャイナの援護射撃論文ですか。そうなんです。ただまあそうは言っても、じゃあチャイナが正しいとかいう書くわけじゃないんですよ。曖昧にね、こうチャイナはこう言ってると、それも理解してあげようみたいな感じのね。だってチャイナが正しいとか言っちゃったらさすがにね、やばすぎるんで、嘘なんで、ちょっと逃げは打ってあるよね。逃げは一応打ってありますよ。逃げ道は残してるわけだ。ええー、もちろんです。でね、そこで困るのがですねあれですよ、その歴史文献の話はちょっと置いといてですね、その後の方に上村さんが書いてるのが、いわくここを読みます。もし尖閣諸島一帯が生活圏として使用されてきたとすればなんですね。つまり、チャイナの記録に出てくるのは尖閣を生活圏としていた根拠になるかもしれないみたいなことを前の方で書いて、でそのかもしれないに基づいて、もし尖閣諸島が生活圏として使用されてきたならば とすればと仮定に仮定を重ねていく。そしてすごいですね。でならばですよ、その次驚きのことが書いてあるんですよ。生活圏として使用されてきたならば、台湾宜蘭県などの漁民、または伝統的な漁民である蘭州、蘭州島、蘭州っていうのは台湾東南部のですね、古い名前では、いや蘭州という島に一番最初に名前を付けたのは日本人で、タバコ島、これはもう400年前につけてるんですよね。タバコ島、台湾の東南部です。東南の諸島ですね。でそこはフィリピン方面、はい、まあよく中国の古い文書では、そこのことを尖閣諸島、長漁島だって間違ってるってところの島のことですか。いえいえ、それはその一件はですね、去年大きく報道されたんですけど、それは沿岸の島で、そこからだいぶ離れて、だいぶバシー海峡に近い方の島なんですよ。で蘭州という名前がついててですね、昔はタバコ島で、西洋の文献にもタバコ島っていうふうに出てくるんですが、その蘭州はバシー海峡方面のフィリピン的民族が、多く、の島なんですよ。で、そうするとですね、その蘭州タバコ島、ボテル、昔の西洋の文献ではボテルとタバコ島とかっていうふうに出てくるんですけども、そこのそれについて書いてるわけですね。で上村さん曰く、台湾宜蘭県などの漁民、または伝統的な漁民である蘭州島の原住民、先住民族であるタウ民族、これがフィリピン系の人たち、タウ民族などが黒潮に乗って伝統的に尖閣を利用していた可能性も否定できない、弱い言い方だけど、なんか否定できない。だからそもそもね、生活圏、誰かが生活圏にしていたかもしれないというのが仮定なわけですよ。でその仮定に基づいて生活圏だったとすれば、蘭州のフィリピン系タウ民族が尖閣を黒潮に乗って利用して生活圏としていた可能性も否定できない。
ね、家庭に家庭を重ねて可能性でさらにそうであればあまずそこから出てくるんだ。さらに家庭が重なります。そうであれば一つのアイディアは琉球人民民族と台湾原住民先住民族の領土権を確認しながら日本中国台湾の各国政府が従来の領土論を取り下げ先住民族の権利を尊重し尖閣をなんかこうね国家はみんな譲り合ってでその乱所のタウ民族なんかに譲りましょうと、家庭の家庭の家庭でね、なんですか、台湾の先住民と琉球の先住民と中国の先住民で、譲り合うってことですか。いやその具体的にはちょっと分かんないとにかく国家は譲れと、国家を譲って先住民にあげろと、でその先住民のとしてね選ばれてるのが黒潮の南にいるタウ民族なんですよ、タウ民族がね尖閣に行ったなんてね記録も一切ないですし、いや行くわけないんですけども、とにかく黒潮が流れている、だからきっと黒潮に乗ったに違いないみたいなね、全くもうバカ言うんじゃないって言うんだけど ね、 上村秀明もうこれあの有名にならないといけないですね、上村秀明さん。いやだから そんなね有名じゃない人がねたわごとを書いてるのは別にね、いちいちねたわごとを書いてる人いっぱいいますから、いちいち相手にしてられないと思ってたら尾長知事にくっついてなんかね政治活動に勤しんでね研究者の本分を忘れて何者ですかこの人は。そこまで言っていいですか、ね、それはいいですよそれは、それは別にあのつまりなんていうかそうこの内容がねあまりにも馬鹿げてるということは言っていいですよ、でその他のね論文のどうのこうのについては、まあ、私はねきちんと彼の論文を全部読んでるわけでも何でもないですから、それについては何も言いません、まあ、尖閣のところにやっぱり専門家ですからね、ちょっと妄言を言われると、妄言を、ね、言われると、いやそれもありますし、だってね、台湾の東北部のね尖閣に少し近いところの人たちが来ていたとか言うならまだ分かりますよ、ところが来ていたっていう証拠がないもんだから、もうしょうがない、困り果てた挙句に台湾東南部のフィリピン系民族が黒潮に乗って来ていたかもしれないだとすれば、みんなで譲り合いましょうとかつあこれですね、重要ですよ、この論文も重要で、上村さんがね尾長さんにくっついて目立つようになっちゃったから重要になってきたんですよ、もともと重要じゃないんですけど、それ以外にもですね、重要っていうのはどういう意味で重要かっていうと、この上村、あの琉球新報がある時ですね、突然あの琉球処分違法キャンペーンやったんですよ。琉球処分をやった時にはやったことやる前に琉球は、アメリカ、まあ、琉蘭条約、琉米条約、琉仏条約というのを結んでいたと、主権の主体であったと、それを、武力でもってその沖縄県を設置した琉球処分は、国際法上違反でウィーン条約法の何たらに違反するっていう、いう意見を学者が言ったっていう記事を書いてあったんですよ。でそれが琉球新報、その学者ってのは上村秀明なんですその学者っていうのはで、そうするとそのうちある時にこれを琉球新報が尖閣諸島は先住民の土地だみたいななんかキャンペーンかなんかをやる時に、ある偉い学者が言ったみたいな、偉い学者がね言ったすごいな、琉球新報が書くとなんかもうすごい学者がいてこの人の言うことは間違いないみたいな書き方で書くわけですよ、それが上村秀明ですからね、え何なんだろうな一体この世の中って。これでもう本が一冊ぐらい出るぐらいキャンペーンやったんですよ。ああそうですか。ずっとずっとなんかこの琉球処分は違法だっていうなんかキャンペーンを、で琉球処分の話はね今日の中村さんの講演には出てこなかったですけれども、あの琉球処分の大好きな研究者っていっぱいいるんですよ。ああ、なんか困ったもんですね。なぜ琉球処分が彼らが好きなのかっていうと、なんかこうつまり、議論しやすいので議論のネタとして使いやすいんだと思うんですね、なぜかっていうとつまり日本とチャイナとのなんか狭間で揺れ動いたみたいな感じでね、どっちつかずなね感じイメージですよ。結構あれじゃないですかね、単純な日本の歴史っていうものを勉強してそこしか知らない人に琉球処分の歴史っていうなんか語り始めると、みんな知らないから、実はこうなんだよって言ってなんか受けるっていうそういう感覚じゃないですかね。まあそういう感覚もあるでしょうね。実は沖縄は昔日本じゃなかったんだよ知ってますかって、いうそういうそういうのもまあ、あるでしょうね。でね、琉球処分のそういうキャンペーンみたいなのもね、だから琉球処分っていうものがあの非常に悪用されてるんですけども。
チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村幸雄先生、他たくさんの言論人、また大学の教授人、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。